こんにちは、浜根先生です。今日はあなたのカリグラフィーが上達しない理由トップ5をお届けします。ドキッとするタイトルをつけましたが、皆さんがカリグラフィー上達して楽しんでいけるよう動画にしました。カリグラフィーとは手書きのアルファベットのことです。浜根先生は今まで1000人以上の方にカリグラフィーを教えてきて、多くの経験を経てカリグラフィーが上達しない理由を考えてみました。それではランキング形式でお届けします。第5位、形から入る。レベルの高い方の動画や投稿を見て、同じような道具、同じような内容でまず書いてしまおうとするのが大きな間違いです。考えてみてください。バレエの舞台を見て、同じ格好、同じ舞台に立っても踊れますか？全く踊れないですよね。バレリーナの方の練習風景を見ているわけではないので、やっぱりそのようなイメージ先行になってしまうと思います。カリグラフィーの道具もいきなりいいものやこだわりのインクなどに手を出す必要はありません。むしろコピー用紙と鉛筆でとりあえず書いて様子を見るぐらいがちょうどいいと思います。最初は質よりも量、質よりも量で、やがて質を上げていくという段取りが良いでしょう。あなたが上達しない理由第4位、見本と見比べない。カリグラフィーはまずは見本通りに書くことが基本です。なぜなら最初から自己流で書いてしまうと、たくさんの書体があるのにいつも同じような形でしか書くことができなくなります。それは上達とはちょっと言えませんよね。ですので、ご自身が書いたものと見本を必ず見比べる必要があります。見本と見比べるいい方法をお伝えします。まずは見本と自分の書いたものをこのように見比べる、横に並べているわけですね。でも人間の目っていうのは縦方向に見た方が分かりやすいので、見本と自分の書いたものをこうやって並べて眺めてみて、同じように書けているのかチェックするのも良いでしょう。一番いいのは見本と自分の書いたものをこうやって重ねて透かしてみて、ちゃんと大きさ合ってるかな、傾斜合ってるかな、跳ね具合どうだろうというように細かいところをチェックすると有効です。見本と見比べる時間を持って、見本に一歩ずつ一歩ずつ一歩ずつ近づいていきましょう。第3位、練習時間が少なすぎる。カリグラフィーは専用のペンがあるので、まずその道具に自分が慣れる必要があります。楽器と同じですよね。演奏する前に楽器に自分が慣れておく必要があります。スマホのアプリだったら、なんとなくいじっていたらなんとなく誰でもできるというものではなく、アナログの道具っていうのは自分から歩み寄る姿勢が必要ですね。カリグラフィーは一回書いただけで覚えるというものではありません。もちろん皆さんアルファベット形ご存知なので、まあ、書けば読めるし、なんとなく形にはなったというふうになると思います。でも上達して極めたい方は、ただたくさん書いていろんな書体を知って体験を増やすということではなくて、コツコツとした練習を積み上げていくということが上達する秘訣です。具体的にはどのくらい練習すればいいのでしょうか。一つの目安ですが、成人女性というスタイルで考えると、3日に1回30分、まあ、月に換算すると1月10日間ですね。それを続けて半年ぐらいで一つの書体終わったらいいんじゃないのかなっていうふうに思います。あなたが上達しない理由第2位、すぐに先に行こうとする。ありますよね。もうすぐにおしゃれなアレンジ書きたいという気持ち、でもそれはケーキ作りでもうデコレーションにばっかり目がいってしまうのと同じです。土台のケーキの仕上がり具合が大切なのに、見た目だけ良くしようとしていませんか？最後のいちごの飾り早く置きたいっていうふうに焦っていませんか？もちろんそうしたいならそれで OK です。でもカリグラフィーの本当の楽しさは全体の調和をとることです。アレンジはその一部でしかありません。美味しいスポンジケーキをいつも作れる定力があれば、様々な書体への応用力がつきます。まず一つの書体をマスターすれば、二つ目三つ目と進んだ時に、一つ目のその能力が大変に活かせて逆に効率的です。しっかりとした基礎がつくと上達が早いわけですね。
それではあなたのカリグラフィーが上達しない理由第1位、諦めが早い。カリグラフィーに限らず諦めが早いと趣味系の上達は難しいですよね。例えば手芸のキットすら完成できない方は、コツコツ練習してそして上手くなったかどうか判断のつかないカリグラフィーっていうのは少し難易度が高いかもしれません。難易度が高いっていうのは決して書くこと、マスターすることが難しいという意味ではなくって、カリグラフィーの魅力に自分が到達する前に、あ、まあこんなもんか、わかったわかったというふうにやめてしまうことです。現代人は忙しいから、そのプロセスよりも出てきた結果に目が行きがちです。結果というのは要は人に見せれるレベルになったかどうかということですよね。 SNS で発信するといったことがそれを助長していると思います。カリグラフィーなんて試験もないし、練習風景インスタにアップしても誰もいいにしてくれないよということで、その人に見せること前提でないものにどれだけ自分がモチベーションを持って頑張れるかというのはなかなか難しいかもしれませんね。でもせっかくカリグラフィーに皆さん出会ったのならば、簡単に諦めずにもううまくいかないのが当たり前、これ普通、これみんなこんな感じというようにリラックスして愚直に練習していくのがいいでしょう。習い事上達のおまじないは下手を我慢です。自分の文字びっくりするぐらい下手でがっかりするかもしれませんが、それが当たり前ですので、その下手を我慢することによって必ず上達していきます。動画いかがでしたか？今回ご紹介した、ネガティブなベスト5は、形から入る、見本と見比べない、練習時間が少なすぎる、すぐに先に行こうとする、諦めが早いでしたね。当てはまるところありましたか？これはカリグラフィーに限らず、資格の勉強や運動系でも同じです。何でも考えて、あ、やってみようという段階は楽しいのですが、実際にやってみるとなかなか上達しないものなんですよね。ですので、あまりイメージ先行で高みを見ずに、スモールステップスモールステップ、ちょっとずつ自分は上達している、下手を我慢すれば、うまくなってるんじゃないのというように自分を励ましながら続けるというのが大人の皆さんにはいいのではないでしょうか。浜根先生チャンネルではカリグラフィーだけでなく、イラストや手帳術もお伝えしています。今日の動画は上達するぞという意気込みでしたが、別に上達しなくても手書き楽しいな、ちょっと息抜きしたいというような内容もお届けしています。ぜひチャンネル登録お待ちしております。それでは次回の手書き動画でお目にかかりましょう。さようなら。